はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回はね、はいこちら見ていきましょう。はい、これがですね、まあ少し前にフリマとか、あと中古屋さんで買ってきた、まあトミカたちですね。得か得じゃないかっていうのを、まあ皆さんに今回は判断していただこうかなと、まあ僕の意見もね混ぜつつなんですが、ちょっとね今回ね、まあたくさんあるんで、順番にねいろいろとね見ていきたいと思いますね。ぜひね最後までお付き合いください。どんな車両が出てくるのかは、まあサムネイル見たらわかるんですけども、まあ一応まあ楽しみにねしていてください。さあさあそれでは行きましょうね。てか僕ね初めてフリマっていうのをこの間行ったんです。実はフリマっていうか、まあ水田の万博公園だったんですけど、そこでねなんかちょっといろいろ転がっててね、じゃあもう適当に行っちゃいますね。多分これ何だったかな、適当です。はい。じゃあ行きましょう。とりあえずこれ一つ目見えたんで、これ行きましょうね。これね、はい、価格の方、まずこれ50円でした。はい、1台50円になっておりまして、はい、こんな感じのね、まあ、キャリアカーですね。まあ、僕、普通にね、結構綺麗なね、箱付きのやつ持ってるんですが、まあ、最近、こうトミカタウンとかで適当にこう飾ってね、遊ぶのにね、いいね、車両ないかなと思いまして、こういったね、ものを集めております。で、まあ、当然中古なんですけども、状態はね、もうね、あんまり気にしなかったですな。そこまでひどくなければいいかなと思って買いましたね。はい、こんな感じで、まあ、ところどころね、ちょっと塗装は剥げてるんですが、後ろのね、この成形色のところとかは、こうね、欠けとかなくて、ちゃんとこう、車両とかもね、揃ってるし、まあ、見た目的に別にそんなに汚いとかね、もうぶっ壊れてるとか、そんな感じではないんで、まあいいかなと思いました。これまあ50円だったらね、全然僕はありだと思いますね。まああくまで僕の意見なんで、ぜひ皆さんのコメントどしどしお待ちしております。まず1台目。ね、こんな感じでラフにどんどん参りましょう。続いて2つ目。はい、こちら。あ、これがセカンドストリートね。セカンドストリートで、200円ですね。税込みが220円になっておりまして。はい、こちらが、トミカオートトラックスですね。まあこれも、まあボロいっちゃボロいです。はい。今回あんま綺麗な車両そんな出てこないと思いますが、まあセカストですよ、セカストで、よいしょ、出てまいりました。でこれ何のやつかもう僕ねあんま分かってないんですけど、こんな感じの、はい、トラックになります。黄色いトラックですね。あ、こことかあんま見てなかったけど、なんかピンク色の謎の物質が、はい、挟まってますね。これまたちょっとね、どうだろう、取れるかな。一冊歯ブラシ攻撃いきましょうね。どうでしょう、取れるかな。取れません。はい。まあいいや。まあこんな感じのトラックですね。トミカオートトラックと書いてあるんで、まあ実車というか、まあね、実在するちょっとこう会社のね、トラックとかでないと思うんですけども、まあこんな感じですね。で、これが、ベースの車両が、あ、タウンエースか。タウンエースですね。2009年の64分の1となっておりますね。ナンバー97番の分です。なんかの多分セットの分だと思うんですけども、まあご存知の方いらっしゃいましたらちょっと教えてください。僕もあんまり分かってないね。はい。でこれも多分僕持ってないんですよね。うん、ひょっとすると開けてないギフトに入ってるかもしれませんけどね。はい、こんな感じで、これ2台目で3台目いきましょう。続いてこれが、これなんだこれ、あ、スターウォーズこの黄色のやつ、なんだっけ、 C3PO でしたっけ。でしょ、いきましょう。あ、ちなみにこれ値段が330円ね。で、持ってないんですよ。とりあえず持ってないんですけど、え、これがいつの分ですかね。はい、こんな感じのね、まあスターウォーズのね、C3PO がモチーフになった車両ですね。あ、ここに名前書いてますね。こんな感じで書いてありまして。で、そんなにまあ別に汚くないですよね。ちょっとこことかまあ欠けとかあるんですけども、まあ非常に状態はまあマシなね、車両なのかなと思いますね。うん、こういうのもね、結構新品で買ったりすると割と高かったりするんで、で、これいつの時代に出たんですか？ちょっとあんま分かってないんですけど、ね、めっちゃ顔が、はい、C3PO。で、キンキラキンで、ベース車は、まあ、謎車というかね、オリジナル車両となっておりますね。うん、かわいいね。で、これちょっとギミックの方は、こう、サスペンションがついてると。そんな形になっております。ね。はい、こちら3代目、スターウォーズの C3PO。で、続いてが、はい、これ行きましょう。あ、これがハイパーレスキューですね。ハイパーレスキュー。値段が、220円。220円のハイパーレスキューの車両。まあこれは確か、僕持ってたと思いますが、どんな状態でしょうかと。今値段言いましたっけ？はい。220円です。これもセカンドスーツで買いましたが、はい、こんな感じになっております。まあまあちょっと色のね、かけとかハゲとかありますけど、全然普通に使える車両ですね。あ、これは、どうなの？前輪と後輪、あ、もともとこういうもんだか。あれでも、ちょっとこんな記憶ないだ。これ持ってないかもしれないね、ひょっとするとね。
持ってないか、まあ、開けてないかもしれませんけど、まあでもそんなめっちゃ悪くないですね。で赤色灯もちゃんと続いててクリアパーツで、でこれベースになってるのが、あそうかダブル RX ですね、インプレッサーダブル RX になっておりまして、まあラッピングね、ハイパーレスキューね、これ白ベースに赤いねラインがこのように書いてあります。ボンネットの部分はハイパーレスキューのオリジナルのマークですね。でこの車のギミックの方がサスペンションと、あとドアの開閉ですね。はい、こんな感じでしっかりと開けれるような、ね、形になってます。まあこれはギフトの分だとは思いますが、まあ結構古いものになってるんで220円でまあ適当に遊べるならいいかなと思ってこちら購入しました。これで4台目で、まだまだあります。で続いて、あこれなんで買ったかね、はい今となってはちょっとあの自分でも謎なんですけど、これもねあれです、ここと同じくあの50円で購入しました。はい、こんな感じの、まあビッグサムですね、ビッグサム、はい、このようになっておりまして、まあそこそこまあ古い車両なんですけども、状態ねもうご覧の通り良くないです。はい、正直そんなに全然良くないですね。上にあのセロテープがっつり貼ってるんで、まあこれなんとか後で剥がそうかなと思うんですけどもね、ちょっと結構色を焼けちゃってたりこう黄ばんでたりするんでね、そんなに本当になんて買ったんだろうその時の自分にちょっと問いただしたいね、多分ネタになるだろうと思って買ってはいるんだと思うんですけどね、これあの綺麗にしてねまた使いたいと思います。サイドのねここのね、まあ、ラッピングのここのシールの部分はそこそこ状態はね綺麗だと思いますんで、ここがどうしてもちょっとね目立っちゃうんで汚く見えちゃいますよね。で後ろのパネルが、はい、アクリルミックがついておりまして、でサスペンションはなかったかな、ないですね。はい、まあこちらこんな感じの面白い5台目でした。50円ね、だから許せるね値段、はいで続いてこれいきましょう。あそうそうそう、これね多分これと同じギフトの分ね全部買ったと思うんですけど、フェラーリですね。はい、こちらね220円ですよ、単品で。こちら多分なんか誰か持ち込んだんでしょうね、まとめてね。これはね綺麗なんです、多分ねめっちゃ綺麗なんですよね。でギフトの分あんまりねちょっと箱から出したくなかったんで、まあ適当にね扱える分で、まあ適当って言ってもそんなにね荒くは使わないんですけどもね、楽しめるね車両があればいいかなと思って購入しました。本当これ改めて袋から出してみてみて全然綺麗じゃないですかね。本当もったいないよねこれね、売っちゃったっていうのはね。うん、まあ箱がねないんで、まあ多分4台で800円ぐらいだと思うんですよ。全部ね200円ぐらいなんで800円ぐらいなんですけど、状態は本当に綺麗だと思いますね。もう割り切って本当購入しました。もう本当にねいいと思います。これが何だったこれ488のスパイダーですね。はい、こちらですね。ギフトとしてはまあ新しいんですかね、現行で販売されてるもんですね確かね、これね。うん、だからちょっと売るの早い、早くはないか、言っても去年ですかね大体ね。で続いてフェラーリはまあまあちょこちょこ出てくるとして、はい、こちらをね、これも素晴らしいと思います。これもね220円です。でこれがハイパーブルーポリスだったっけ、その分のキャラだと思います。ちょっともうこれペリってめくるのめんどくさくなってから切ろうでしょ。はい、こっちが、ね、これもなかなか言っても探してね見つかるもんでもないと思うんで、おっと思ってねこちら購入させていただきましたね。まぁ、あ、ちょっとこれも使用感は否めないところがございますが、まぁ、あ、パッと見の見た目は全然こちらも綺麗だと思いますね。非常にかっこいいちゃんですね。はい、こんな感じで色もちゃんとねついてるし、でラッピング関係も特に今剥がれとかほんとないような感じで綺麗なね状態だと思います。これベースなんだったっけこれ、あでもオリジナルか、そりゃそうだ。はい、ハイパーブルーポリスのスーパーソニックランナーというね名前になっております。非常にかっこいいね、まあ架空のパトカーですけどね、素晴らしいね車両だと思います。これ動いたりしなかったかな、なんかしないですね。はいでギミックね、サスペンションがついてますね、素晴らしい。あちなみにさっきのフェラーリもサスペンションついておりました、忘れてました。はい、これで6台目です。で続いてが、はい、これいきましょう。はい、こちらももう本当適当に使いたい車両です。ベンツですね、2000じゃない、はい220円です。はい、こちらも2000じゃないんだから、220円というね、まあ、お買い得な価格で購入させていただきました。はい、こちらね、メルセデス・ベンツの SLS ですね、AMG ですね、噛んだAMG アーマーゲートになっています。まあこれもうん
使用感ありますね。ちょっと上げておりますが、あーでもちょっとこれ買うんじゃなかったかな割と汚れてます。よく見たらね、動画で伝わりにくいかもしれませんけど、割と汚れてるんで、まあコンパウンドとかでちょっと磨いてあげればまあ綺麗にはなると思うんですけども、ちょっと状態はパッと見綺麗に見えるんですけどね、そこまでよろしくないとは思います。はいね、まあでも、うん、なかなかかっこいいチャレンジで、こちら、ギミック、ね、サスペンションと、あとですね、はい、このように、ガルウィングですね。よいしょと、ドアでね、開閉ギミックになっております。こちら、こんな感じで、反対側もしっかりと、よいしょ、開けれるね、形になっております。いいね、素晴らしい、かっこいい、デロリアンを思い出しますね。うん、渋い。はい、こちら、これで8台目かな。8台目ですね。で、続いて、あ、ちょっと見えたんで、これ行きましょう。はい。これがフリマで購入しました。これ、値段、なんぼだったかな、なんかここに貼ってたような気がするんですけど、剥がれちゃったかな。後で分かれば、ね、ちょっと、ね、お値段発表したいと思うんですが、どっか値段いっちゃっておりますが、そんな高くなかったんですよ。多分ね、200円とかだった気がするんですけど、はい、皆様おなじみ大好き、メーターです。はい、このようなね、こう、消防仕様のメーターですね。はしご消防車のメーターになっております。これもね、僕結構綺麗な状態で車両は持ってるんですけども、ちょっとまあ本当荒れたやつを探してたんで、結構ねコレクションをね、もうやっぱカチャカチャね使うことができないんでね、これぐらいまあそこそこちょろっとボロいぐらいが程よい感じでいいのかなと思って、はい、購入させていただきました。で、普通にねこれ多分新品で買う、多分現行品じゃなかったんで、これそこそこするんですよと思って今調べたら、現行品でした。はい僕勘違いして買ってますわ。まあでもいいや、Amazon で600円ぐらいで売ってたんで現行品ですね。まあ勘違いもありでしょう。まあでもこれ多分200円ぐらいで購入してるんで、まあ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 優勝しましょう。そういうミスもありますよ。はいごめんなさい、間違ってますよね。で、続いて、あ、これいきましょうかね。はい、これも50円です。50円の、かわいいミッキーの車両ですね。ディズニーのバスになっておりまして、正直これもボロいですね。はい、磨けばこれは綺麗になると思いますが、でも側面のねこのシールとかはしっかりと残ってますね。ただガラスのね、やっぱこういった透明のプラスチックのところは若干ねこう擦り傷とかが目立つような形なんで、まあちょっと手入れしたいかなと思いますね。でもまあ本当ルーフのここのねキャラクターとかもバッチリ綺麗に残ってるんで、素晴らしいね、可愛いバスだと思います。これ普通に売ってないですよね。ディズニーの車両ですからこれね、まあでも結構古いものになってると思いますんで、まあ貴重な50円だと思います。はい、あ、貴重な50円じゃない貴重な車両だと思いますね。はい、じゃあちょっと置いておきましょう。で、続いてまだまだありますが、あ、そう、これ僕嬉しかったよ。これね、200円でピンククラウンなんですけど、これがあれです、ギフトにしかないやつで、教習車のなんかギフトのやつですね。それがバラでね売ってて200円だったね。もうこれはもう有無言わずね、もうすぐ手にさせていただきました。まあパッと見は一応まあ綺麗ですね。若干よく見るとどうしても色のハゲとかはありますが、さすがに貴重なギフトの車両もあんまりカチャカチャねすることができないんで、まあこれはちょっと単品でね、ほんと自由に適当に遊べるね車両が手に入ってよかったのかなと思いますね。あ、こことかちょっとハゲ厳しいかな。まあでも僕大好きなピンククラウンなんで、これはねお宝ゲットといった気持ちになっております。皆様的にはいかがでしょうかね。まあ普通に売ってないんでありだと思いますね。こちらみんなサスペンションがついてます。本当かっこいいなこの車両ね。で、続いてが、はい、こちら、あ、これもハイパーレスキューで、これ50円、ね、50円、はいめちゃめちゃ安い。これセカンドソリッドね、まあまあもう50円はもうボロくても何でもいいんですよ。はいまあそんなことないですけどね、50円でも綺麗だったらねお得なんですけど、まあでも50円にしては全然これもいいと思います。はい、これとね、こんな感じです。まあちょっと、うん、これもね色は剥げておりますが、そんな目立つようなね大きいえぐれとかこう剥げとかね外傷はないのかなと思いますね。まあちょっとこうやっぱ飛んだ跡とかはありますけどもね、全然かっこいいねハイパーレスキューの救急車になっております。これハイメディックでしたっけね。赤色のね大型のクリアパーツが使用されておりますね。はい、かっこいいですね。うん、素晴らしいね。メッキの部分も剥がれとかは特にないです。引っこ傷はありますけどね。で、こちらユニークね、サスペンション
ペンショット、あと後ろのドアの開閉です。はい、こんな感じでしっかりと開けれるようになっておりまして、で後ろもねちゃんと救急車のね内装が再現されているといった感じです。素晴らしい。かっこいいなこの救急車ね。これ50ですよ。ありですね。はい。で続いてが、はい、これ開けません。これは開けませんけど、550円でプレミアムのね自衛隊の90式戦車、こちらが売ってたんで購入しましたね。まあただただ単に安いなと思って買っただけです。はい。これこのまま置いておきます。もう特に何も普通です。はい、普通です。ただちょっと安いだけで。続いて、おっとっと、そうそう、これがねほらギフトのフェラーリですね。じゃあこれも出しましょう。ちなみに値段は220円ですね。よいしょと、普通に開けちゃった。よいしょ。はい、これが黒のラフェラーリのアペルタですね。はい、こんな感じです。もうこれはもう黒色だしね、全然綺麗よ。傷も目立たないし、ね、全然普通にもう、ね、使える車両だと思いますね。これがまあ200円だと全然ありですよね。まあ箱とかないんでね、まあそれぞれ皆さんの価値観だと思いますけども、はい、このようなね、まあ、素晴らしいね気にせず使える中古の車両が手に入りました。僕としてはまあ嬉しい限りです。でギミックはねサスペンションとなっております。はい、こちらでもう何代目か忘れたけど、はい、10何代目です。はい。で次に A 賞、これがこれもフェラーリかね。これも値段が220円、ね、同じギフトのやつですね、確かね。よいしょ、行きましょう。はい、こちらが SF90 のストラダーレになります。黄色のね、また奇抜なねボディカラーのかっこいいねフェラーリになってます。はい、こちらもねくるっとねこんな感じ。ちょっとここぴょんぴょんと色飛んでますが、もうこれがあることによってもう諦めがつくといったね、もうポジティブシンキングでね行きましょう。はいね、はい。もう傷ついてるから遠慮なく遊べるねフェラーリとなっておりますね。素晴らしい。でもなるべくここからは汚くならないように気をつけて使いたいと思いますね。もう僕があとは引き受けました。で続いてが、よいしょ、これが何でしょうか。あ、そうかそうか、これもね220円、 GTR です。 GTR でこれ前のやつだから、今持ってるやつってもう綺麗に置いておきたい。ちなみにこれ220円ですけど、はい、この金型の GTR はねやっぱこう僕の中で一番好きじゃないかな、一番好きなねモデルになってて、まあ、遊びやすいと思いますんで、これもね購入させていただきましたね。まあ若干これもねまあボロボロですよ、ボロボロですが、まあ磨けば、ね、ビカビカになると思いますんで、素晴らしいね車両220円、ね、遊びやすいお手頃価格でございましたね。ヘッドライトもねちゃんとこうクリアパーツでシルバーボディがかっこいい GTR です。でギミックの方ね、サスペンションと、あとねドアの開閉ですね、こちらはちゃんと開くので、ほんとね素晴らしい時代の GTR でございます。まあ今もいいんですけどね、今もいいんですけど、この頃はなんか良かったなと、はい、しみじみ思っちゃう車両ですね。もうこの方でもほんと普通に買ったら結構高いですもんね。だから200円で入ったらね全然ありですね。で続いて、よいしょ、あと少なくなってきましたが、続いてこちらですね。これもフェラーリですね、ローマかね。これもね値段220円ですね。でまあちょっともうパッと見傷が多めだと思いますが、白色なんでねちょっと目立っちゃいますが、でも磨けそう。これは色移り系なので、多分本当磨いたら全然落ちそうな感じしますね。はい、こんな感じになっておりまして、これもねギフトの分になります。はい、このようになっておりまして、非常にかっこいいですね。こちら白色パールホワイトのローマですね。これまた遊びやすい車両ね、1台ゲットとなりました。かっこいいですね。でこちら車両ね、ギミックの方はサスペンションとなっております。かっこいいですね。これでギフト、丸々ね一つ分手に入りました。まあ合計すると880円で、まあそこそこの値段してるんで、いいようになったら新品買った方がいいかもしれませんけど、まあでももう売られてたんで新品買って傷つけるよりはいいかなと思いました。でこれでラストだ、ラストですけども、最後 JAF です。 JAF、 この JAF もあれですよ、この JAF もって言い方、これもねただ確かこれ今売ってないですよね。ね、トライトのね JAF です。はい、くるっとこんな感じですね。傷というか汚れです、これ汚れですね。だから磨けばなんとかなるパターンだと思います。ちょっとまあこことかは剥がれちゃってますが、
これもまだまだ現役でねバリバリね楽しめるねトミカになっておりまして、もうジャフの車両はまあ僕好きなんでね、これも手に入ってよかったですね。うん、200円だからいいですよ。はい、かっこいい車両になっておりました。多分今買ったらそこそこのあの値段すると思いますんで、うん、遊ぶトミカとしてはもう最高ですね、200円だったらね。で以上でございます。はい、ということで、今回はですね、フリマとあとですねセカンドストリートですね、そちらでまあ得か損か分かんないですよ。まあ、僕はもう全然これで大満足なんですけども、高いなと思う人もね、いるかもしれませんが、このようにね、もう素晴らしいね、車両たちを、まあ他の方から僕のね、手に渡って、こう引き継ぐことができたと思います。まあね、売る前はね、皆さんね、大事にね、遊んでられたと思うんですけども、今後はですね、僕の動画内で、ちょっとね、いろいろね、活躍してもらおうかなと思ってるね、車両たちなので、今後ともよろしくお願いいたします。誰に言ってんでしょうね、僕もね。はい、まあトミカたちに言ってると思うんですけどもね。まあこんな感じで、まあ中古ショップでたまにね、もうこうやって適当にトミカ取るの僕結構好きで、あんまりね損得考えずに買っちゃうところがいいところでもあるよ、悪いところでもあるんですけども、もしね今回のね車両に関して皆さんねご意見いろいろまああると思いますので、何かありましたらどんどんねコメントにね書いていただければね幸いですんで、ぜひコメントの方ねお待ちしております。まあということで、はい、今回はこの辺りに続けたいと思います。ホームチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どうぞお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。ではここまで最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またねこの動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。